皆さんこんにちは、グロリーです。今回はお願いがあります。僕たちの最終節 FC 大阪との試合にぜひ皆さん来てください。まあ、今回こういったお願い事なんですけど、なぜこういったお願い事をしているのかということを詳しく説明させていただきたいと思います。その前に昨日、Twitter とインスタの方で投稿させていただいたんですけど、朝起きると1000件以上のリツイートに2000件もいいねしていただいて、インスタの方でもメンションして広げていただいて、本当に皆さんの拡散ありがとうございます。そのおかげで今僕たちがどういう状況なのかっていうことは、いろんな人に伝わったと思っています。その中で JFL に詳しい方は今どういうことが起きてるっていうのは、分かると思うんですけど、僕たち JFL っていうのは J1 ほど規模が大きいわけでもないですし、何がどうなってそうなってるんやっていうふうに分かってないっていう方もたくさんいると思います。そういった方々もこういうことが起きてるんやって分かっていただいて、じゃあ会場に行こうと思っていただけると嬉しいと思います。なので今日は動画を撮りました。まず今何が起きてるかというと、 JFL の現在順位がこちらです。まあ1位が奈良クラブで2位が FC 大阪ということで、で僕たちが最下位にいるという形なんですけど、 JFL のリーグというのは2チームが昇格します。 JFL のリーグから昇格すると J3 に入るんですけど、 JFL のリーグから昇格できるのは2チームです。で降格が2枠あります。ただしこの降格というのは2チーム昇格しなかった場合2チーム降格です。1チームが昇格すると1チームが降格です。その場合は最下位から順にという形です。2チームが昇格した場合は0チームが降格ということで、で現在奈良クラブが昇格を決めて1枠が昇格ということで、降格の1枠が減りました。なので最下位が降格するという形なんですけど、僕たち現在の順位が最下位で、次の試合に勝って一つ上のクリアソンさんが負けると僕たちの勝ち点は並びます。ですけど得失点差が10点以上空いてるので、次の試合で僕たちが10対0で勝ってクリアソンさんが3対0ぐらいで負けるという奇跡が起きれば、観客数が足りなくても順位がひっくり返って一枠がもう昇格しているので、一枠の降格からは抜けれるという形なんですけど、まあ正直こんなにサッカー長くやってきて、そんなことは起きないです。柏とサンガみたいなすごい試合もありましたけど、まあその奇跡に欠けるっていうのは正直ないかなと、僕の中では思います。で、そうなった時どうやったら残留を避けれるのかというところで、今 FC 大阪さんは順位的には昇格の条件をクリアもしていて、あと足りないのが年間3万人という観客動員数の壁です。これは JFL のチームが一番つまずくところだと思います。今3732人 FC 大阪さんが足りてないという状態で、それさえクリアすればもう J3 に入会という形なんですね。でそれをクリアすると昇格が2チームになって降格が0チームになると。なので僕たちは最下位ですけど降格しないという形なんですよ。なので、僕たちは残留するための希望がその試合に勝った負けたは関係なく、観客数が集まるか集まらないかで残留できるのか降格するのかというところが決まります。正直めちゃくちゃ悔しいし、できることならあんな風に呼びかけはしたくないと思ってましたけど、僕自身今シーズンチームに何か与えれたのかなって、プレーで得点を取って勝利に導くと、そういうことができたのかなと思った時に何もできてなくて、その結果が今の最下位というところにつながっていて、その中で俺がチームに何かできることはないかなって思った時に、プライドを持つよりも残留のために自分ができることって思ったら、 SNS で発信して皆さんに会場に来ていただいて観客動員数をクリアできて残留するという、まあこれが自分が思った一番チームに今できるプラスで大きいことなのかなって思いました。まあほんまに、まあ、選手としてはやっぱり悔しいですけど、残留すると降格するって別世界のようにほんまにしんどいし、悔しいっていう言葉じゃ表されへんぐらい、やっぱりチームを下のカテゴリーに落とすっていうのはすごくしんどい。ミオの歴史もありますし、 JFL に15年間ずっといたっていうのもあるし、その中でいろんな人が積み上げて
いろんな選手がここで切磋琢磨して練習して JFL でやってきたっていう歴史を僕たちが潰してしまうのは本当に悔しいって言葉じゃ表せれないぐらい辛いことなので、残留の可能性があるならその可能性に全てをかけたいと思っています。まあ、来場していただいた方々には来て思んなかったなとか、この方が良かったわと思わせるような試合は絶対にしません。勝ち負けは直接昇格とか降格とか残留とかには関係しませんが、逆に言えば何もない状態で本当にただただ真剣に目の前の試合で目の前の相手に勝つ、ただそれだけにこだわった本当にシンプルなサッカーができると思います。見に来ていただいて絶対に面白かった、来て良かったって思わせれるような試合を絶対にします。なのでぜひ来れる方来てください。試合は、こちらのチラシを、提示すると無料で入れるので、こちらのチラシもツイッターの方に、投稿しておくので、ぜひ、概要欄の方から飛んでいただいて、それを、スクショとか保存とかしていただいて会場に持っていって提示したら無料で入れるので、ぜひお願いします。たくさんの来場をお待ちしています。では皆さん、バーイ。